町が。ひどい。生存者はいないのか。大丈夫か。私は何ともありません。一体この町に何が起こったんだ。デミテルが。え？この町を襲った魔術師です。私のパパとママも殺されて。敵討ちなら僕が力になる。え？おいおい、私たちには時間がないんだぞ。でも見過ごすなんてできません。おいおい、ミントーで。急がなければいけない時なのは分かっているけど、僕は。二人ともどうしたんだ。なんだか様子が変だぞ。何でもありません。ただ放っておけないんです。私もクレスさんと同じ気持ちです。彼女の力になりたい。まあ二人がそこまで言うなら私も反対はしないがな。それならその魔術師の話を詳しく聞かせてくれないか。相手が魔術師なら魔術に関する情報が手に入るかもしれないからな。デミテルの居場所ははっきりと分かっていませんが、北の方へ去っていったのを見ました。なるほど。それならベネツィア方向に探していけば見つかる可能性が高いわけか。なんとお礼を言えばいいか。本当にありがとうございます。申し遅れましたが、私の名前はリア・スカーレットです。私はミントン。リアさん、どうぞよろしく。彼はクレスさん。こちらがクラウスさん。はい、こちらこそよろしくお願いします。客人たちだな。お前がデミテルか。いかにも。それがどうかしたのかな。お前はリアの両親の仇。覚悟しろ。ほう、スカーレット夫妻をご存知か。しかしあの方を師と仰ぐ私を仇呼ばわりするとはどういうことかな。夫妻は事故死だったはずだ。なんだって。一体誰にそんな話を吹き込まれたのかね。スカーレット夫妻の娘リアに決まってるだろ。確かにスカーレット夫妻には一女がおられたが、その娘が夫妻のご息女だというのかね。おとなしく立ち去るがよい。真実を教えてやろう。
我が師匠の愛娘リアは両親と共に事故死している。その娘が本当は何者で何を考えてこのようなことをしているかは知らぬが、なんとも間抜けな話よ。その娘リアとは似ても似つかぬわ。一体どっちが本当なんだ。リア、あいつの方が嘘をついていると言ってくれ。その娘を残していけば館に勝手に踏み入ったことも許してやろうではないか。僕はこの子を信じたい。きっと何か事情があるはずだ。あの影は、とうとう尻尾を出したな。お前もダオスの手先か。何？貴様見えるのか。君は隠れているんだ。貴様ら、生きて帰れると思うなよ。覚悟。これで本当に良かったのか、リアさん。大丈夫か。皆さん、ありがとうございました。しっかりして。これで私も両親のもとへ行くことができます。最後のお願いです。私の心優しい友人も、どうかよろしく。リア、しっかりするんだ。友人って、見ましたか。見た。今のは一体。リアさん、手に何かを持っているようです。これはリボン。リボン。ここはどこ。リアは、リアはどうなったの。リアさん、リア、違うの。私はアーチェ。アーチェだって。リアは私の親友なの。アーチェ。ごめん、実は。いいんだ、帰ってきてくれさえすれば。お父さん、ごめんなさい。敵の憎しみが晴れぬあまりに、嘆きさまよう友の魂に自分の体を貸し与えるか。リアさん。
に行けたでしょうか。行けたさ、きっと。あのアーチェって子に魔術の才能があったからできたことだろうが、まったく驚いたな。リアさん、すみません、アーチェさんでしたね。いいのよ、気にしなくても。ニートちゃんだっけ。私がいつまでもこの格好してるのが悪いんだもんね。これでどう。あ、お似合いです。服の方も。リアの力になってくれてありがとうね。今度は私がみんなの力になってあげちゃうから。同じ顔なのに口調がガラッと変わったので、なんだか違和感があるな。まあ、これが私本来の話し方なんだから許してよ。あ、そうそう、これは私のお父さんからのお礼だってさ。さ、行こうよ。よし、アルバニスタへ向けて出発だ。潮風が気持ちいいね。そうですね。クレス、お前どっちを狙ってるんだ。え、何のことですか。ミントとアーチのことさ。ミントは清楚で落ち着きがあっていいが、アーチはアーチで捨てがたい魅力がある。ちょっと僕はまだそんなこと。めてめて、私の好みで言わせてもらえばだな。クラウスさん、だいたいクラウスさんにはミラルドさんがいるじゃないですか。バカなこと、あいつはただの助手だ。本当ですか。ねえねえ、さっきから何の話をしてるのさ。なんでもない。あ、君たちには関係ないなんでもない話さ。あー、聞きたい。あんたら冒険者か。まあそんなところだが、あんたもかい。俺はメイヤ、流れの剣士さ。傭兵志願か。違うよ、モーリア坑道を探索しに行くんだ。モーリア坑道に。ドワーフ族の鉱山跡さ。名前くらいは聞いたことがあるだろう。今はアルバニスタの許可がないと入れないけどな。許可は取れそうなのか。一応な、冒険者ギルドに知り合いがいるんでね。そろそろ腹が減ってきたな。ぼちぼち飯の時間だろう。それじゃ俺はこれで。なんか私もお腹空いちゃったよ。私たちも食事に行くか。さて、私たちはどこに座るかな。よー、どうだ、一緒に食べないか。そうだな、他の席も空いてないみたいだし。酒はどうだい。いける口だろ。いいね、偶然の出会いに乾杯。乾杯。おい、どんどん持ってきてくれ。この二人いつまで飲んでるんだろう。アーチェ、大丈夫かな。でな、苦労して探し出した宝箱を開けてみたら、そこが抜けていたってわけよ。そりゃ傑作だ。ところで、ところで、ここだけの話なんだが。なんだ、もったいぶらずに言ってみろよ。俺は実はモーリア坑道に行くのが目的じゃないんだ。なんだって。
クリス。そんなとこ触っちゃ。俺の本当の目的は、冒険者ギルドの知り合いを通じて、アルバニスタに関する秘密の情報を売りに行くことなんだ。情報？そうさ。一見平和に見えるアルバニスタだが、実はもうほとんどダオスに支配されているようなもんだっていう話なんだ。なんだって？どうして？ここが重要なんだが、アルバニスタ王国で唯一の跡取りであるレアード王子がダオスの側近の操り人形になっているらしいんだ。東方の大国ミッドガルズに匹敵するアルバニスタが、表立ってダオスと争わない、いや争えないのは裏にそういう理由があるからなのさ。驚いたな。あい、クレス、ダメダメだってば。とにかくこのことは絶対秘密にしておいてくれよ。さてと、そんじゃそろそろ開きにするか。そうだな、アーチェ。そんなところで寝ると風邪をひくぞ。クレスのバカ。一体どういう夢を見てるんだか。よっこいしょっと。ほーら、アーチェ、着いたぞ。はーい。あ、メイヤさん、おはようございます。どうしたんですか？うん、クリス、危ない。クラスさん、何を。クレス、外だ。メイヤーは操られているんだ。クラスさん、大丈夫ですか？頭が痛い。完全に二日酔いだ。クラスさんは休んでいてください。僕が行きます。大丈夫か？メイヤーさんに魔物が取り付いていました。多分ダオスの側近だな。アルバニスタの内情を知る私たちを殺そうとしたんだ。ところでメイヤーは？ダメか。これから私たちもうかうかしていられないぞ。存在をダオスに知られてしまったからな。どうもお世話になりました。世話になったな、船長。いや、何こんな時代だ。人間助け合って生きなきゃいけねえと思ってな。人情に熱い方でよかったよ。それじゃ元気でな。ありがとう、船長さん。ありがとうございます。
それじゃあ早速アルバニスタ城に行こう。早く王子を助けないと。まあ待て、そのことで私に考えな。宿に着いたらこれからのことについて話をしよう。考えたんだが、王室内にダオスの息がかかっているとすると、下手に動くのは相手の思うツボだと思う。魔術に関する情報をつかむどころか、我々の命も危なくなる。それではどうしたらよいのでしょうか。ズバリ、ダオスの側近に操られている王子を助ける。え、城に侵入するってことですか。そうだ。しかし問題はどうやって忍び込むかだが。何かな、何なのよみんなして真剣な目で。まさか私の本気で。ちょっとマジ頼む。王子の近くに必ずダオスの側近がいるはずなんだ。わかった。よし、そうと決まれば今夜にでも忍び込む。早い方がいいじゃん。いきなり乗り込むのは危険だと思います。準備を整えた方が。よし、行こう。それじゃ、王子の寝室を探そう。みんな、静かにな。ここは暗くて何も見えないな。何の用だい。この国の王子である私の部屋に忍び込むとは、いい度胸をしているな。あんたがレアード王子か。侵入者だ。くそ、人が来るよ。ほらほら、兵が来るぞ。どうするんだ。どうすんの、やばいじゃん。近くに操っている奴がいるはずなんだが。なんだあのインクは。それだ。インコがあんなのに。もう可愛いインコなんて信じらんない。私の名はジャミル。以後お見知りおきよ。と言ってもあなたたちはすぐこの世のものではなくなるけどね。このままあなたたちが捕らえられるのを見物しようと思ったんだけど、気が変わったわ。覚悟するがいい。やったか。王子様は。私は一体なんだお前たちは。私たちは
侵入者だ。え、殿下、ご無事ですか。私は大丈夫だ。それより、その者たちを引っ捕らえろ。はっ。しょうがないな。事情を話しても聞いてもらえそうにないから、一旦おとなしく捕まろう。え、やだよ。臭い飯食べちゃうわけ。多分事情を知っているのは国王やその側近の重臣連中だけだろう。王子の元に戻ったことさえ分かれば釈放されるということですね。そうだ。何ごちゃごちゃ言ってる。おとなしくしろ。はいはい。ねえ、私たちこれからどうなっちゃうの。心配ないさ。王子が正気に戻ったと分かればきっと出してくれる。ああ、もうこんなとこにいたらお肌が荒れちゃうよ。この者たちを謁見の間にお連れしなさい。それから丁重に扱うように。謁見の間にですか。はい。私はアルバニスタの宮廷魔術師を務めるルーングロムというものだ。この度のそなたらの行動について国王陛下より直々にご下問なさるとのこと。謁見のままでお通しいたそう。思った通りじゃん。お主ら、夜分城内に侵入した理由を申してみよう。王子を助けるためです。何をバカなことを。レアード、お前は何も知らぬのだ。黙っておれ。今私たちは魔術を必要としているのです。より強い呪文を得るためにユークリッドよりアルバニスタまでやってまいりました。なぜ魔術を。魔術でしか傷つかないと言われているダオスを倒すためです。何、まことか。実はそなたらが偶然レアードを助けた盗賊に過ぎぬのか、それとも最初からレアードを助けるつもりだったのか、それをはっきりさせたかったのだ。心から礼を申すぞ。私がダオスに操られていた。父上、本当なのですか。うん、まことだ。そのために近く起こる戦に我が王国は加勢することができなくなっていたのだ。ダオスはそれが目的だったのだろう。戦が起きる。行く先々で噂話くらいは聞いたことがあるだろう。我が国の同盟国であるミッドガルツとダオスの軍勢が激突間近だという話くらいはな。心得ています。もし呪文探索の旅が十分達成されたと感じたなら、戦に力を貸すことも考えてみてほしい。はい。これはお主らが退治した魔物の死体から見つかったものだ。持って行くがいい。それとこれは魔術書。よろしいのですか。それからお主にはこれだ。これも倒した魔物が持っていたのだ。これはグーン・グニル、神々の終末の戦いの際に作られたと言われている槍だ。遠慮はいらぬ。それに何か困ったことがあればいつでも頼ってきてくれ。ありがとうございます。では早速ですが、モーリア行動の探索許可書をお願いしたいのですが。それはまたなぜ。単なる宝探しというわけではあるまい。はい。月の精霊ルナと契約を結ぶための指輪があると言われているからです。うん、わかった。後日町の冒険者ギルドで受け取るがよい。それでは陛下、私は研究所に戻ります。私も部屋に戻ります。